ト日本プロジェクト春の海ごみゼロウィーク第200回海桜ごみ拾い湘南ごみゼロにお越しいただきましてありがとうございます。海桜の司会の藤原和弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本物のボディービルダーさんお越しいただいております。2021年から23年、これ3年連続ですね、日本男子ボディービル選手権ファイナリストの吉岡正輝さん。うわー素敵な、すごい、何ですか。さらにお呼びしましょう。2022年神奈川県女子フィジーク選手権優勝、吉岡美里さん。うわー美しい。いやすごいですね。ステージに立ってちょっと違う空気になりましたね。あの美を争うって、まあ、競い合うってよく聞くんですけど、これ吉岡さん具体的に何をこう競うんですか。もう競うと言ったらもう筋肉の大きさ、大きさ、筋肉の大きさ、ただでかいだけだと勝てないんで、はい、まだやっぱバランス、はい、こう左右対称、真ん中から見たら、はい、大胸筋がこう左右対称じゃないとダメですし、例えば上半身だけがでかいとダメですし、うん、全部がでかいが勝つ。全部がでかいと勝つ。今お二人はどんなあの準備期間なんですか。準備期間でいうと、今減量期っていう期間になってて、体重をボディービルの大会に出るためには減らさなくちゃいけなくて、まあ、体重というよりか体脂肪、はい、で、大体人にもよるんですけど5、6ヶ月それに期間を設けるの で今大体お互い3ヶ月目っていう感じで、まあ、大会まであと2ヶ月ぐらいはでも絞らなきゃ、あと5キロぐらい絞らなきゃ、まあ、大会だと勝てないかなっていう感じ。これから5キロさらに、はい、5キロ落とします。でお二人はご兄弟なんですよね。兄弟です。お姉様になるんですか、はい、どっちが始めたんですか。始めたのはもう僕が最初で、弟さんが、はい、はい、でそこから、姉もあまりにも才能を感じたんで、はい、一緒にやろうよっていうことで、そしたらすごかったっていう。ちなみにその何ですか、いろいろ聞きたいんですが、美里さんはボディビル始める前はどれぐらいの、はい、なんていうんですか、どんな体型だったんですか。あ、もう全然ただの可愛い女子です。今もですけど。ただの美人。単純な華奢な美人。いや、止まらないでください。いや想像できますよ。それが初めてどれくらいでその体に、まあもちろんね時間かかったと思いますが。トレーニングを始めて、まあ、4年目ぐらいで、まあ弟が先にボディービルダーとして活躍してたので、でボディービルの世界で男女でペアを組んで戦う競技もあって、それに出たくて一緒に出ようよって感じで始めて、2021年に、日本一に一応兄弟になりました。すごい。じゃあちょっと今日先ほど掛け声とかあるじゃないですか、はい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 、あの掛け声ちょっと教えていただいてもいいですか。我々で全員でなんかちょっとやってみませんか。ぜひお願いします。どのタイミングでどんな言葉をかけたら、はい、このボディービルの選手権とかで皆さん応援できるんですか。じゃあまずボディービルのポーズがいくつかあるので、ちょっとポーズを取りながら、はい、一緒に掛け声してもらおうかなと思います、はいはい、じゃあボディービルダーといったら代表的なダブルバイセプスっていうポーズをやってみます。ダブルバイセプス、はい、母さん知らないですか。ダブルバイセプス、筋肉マンですよ。これが皆さんイメージつく筋肉ですね。すげえな。でこの時なんですけど、あ、もう足りない、足りないです皆さん、声が足りない。この時にどう思いました。かっこいい、かっこいい。じゃあまず行きましょう。それでかい、あ、いい、それでかいが正義なボディービル。皆さんまずでかいって声一言お願いします。あ、なるほど。でかい、でかい、でかい、足りない、足りない、でかすぎるよ、でかすぎる。はい、そして筋肉がもうナイフで切ったかのように今切れてる。ああ、よくイメージのある切れてるような言葉をお願いします。この瞬間なんだ。これからのサイドチェスト、切れてる、切れてるよ、切れすぎだよ。すごいです。で、じゃあ背中ちょっと見せてもらいますね。背中もう普通のトレーニングしてない人の背中って結構まっすぐなんですけど、ボディービルダーになってくると、ウエストから広背筋にかけてまず逆三角形になってしまいます。
きます、はい、クリスマスツリー見せてくれ。いいですね。ここに何ですか。クリスマスツリーができてくるんですよ。その前なんて言うハンマ巻きじゃないの。ハンマ巻きの なんて言えばいいんですか。モミの木とか言うんですか。背中にも鬼がいるぞみたいな。背中に鬼が。あ、はい、あとはね、あのもうでかいと思ったもの何でもいいんです。例えばお前の背中はトラックかとか。なるほど。あの江ノ島くんよりでかいとか、そういうあのかっこいい、あのでかいと思うもの何でも言っていいんで、はいはい、これ何に見えますか。メロン。あ、いいですね。肩にメロンがあるんじゃないか。いや、メロンだメロンだみたいな感じで、素敵な声をかけてください。じゃあやってみましょう、はい、音楽とともに。はい、あ、わかりました。あるんですね。音楽あるんですね。はい、お願いします。って音響さんが、って顔してじゃあいきますよ。はい、はい、柴田さんいいですか、はい、なんかお願いしますみたいな振りを。あ、じゃあ、マサテルさんとミサトさんよろしいですか、はい、ではお願いいたします。フロントダブルバイセップス。でかい、でかい、でかい、船沢理事長よりでかい、大きい、大きい。続いて、あ、キレてる、キレッキレ、キレッキレ、ナッキー、ナイク、ナンボ、ナンボ2のあのサバイバルナイク、写真入ってる。背中やば、背中怒ってるよ、もう。背中に鬼がいる。激怒、激怒しちゃってる。下田島平八がいる。でも誰もわかんないし、先が見えないし、マニアックなやつ。いや本当。一番でかいポーズを取るので、はい、みんなが思うでかいものに、みんながもう一番大きな、一番大きなポーズを取るそうです、皆さんが思う一番大きな声をかけてください。じゃあお願いします。出た、サンシャイン、サンシャイン、ジャンボ鶴田、大かくりんず、アシュラマン、ありがとうございました。素晴らしかった、すごい盛り上げていただきました。ありがとうございます。お二人も、もうボディービルゴミ拾いを、そう、筋肉で拾ってもらいます、はい、すごいな。マッスルゴミ拾い、マッスルゴミ拾いしていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい勉強になりました。ありがとうございます。すごかった。吉岡兄弟です、今後にも注目したいですね、はい、覚えておきます、はい、ありがとうございました、はい、さあ、そして柴田さん